よっからしょっと、ああもう11時だーってね、残業ですね。そんな感じでちょっと電源関係もねちょっと直したんで、やっぱり日本玉、まあ、発泡車でもねあのこのくらい出るよっていうところをちょっと見せたくてね、電源が分かんないんでちょっとだけね握って見せますからね。よいしょ、あれ眩しいな、俺こんな感じかな。あ、了解しました。というわけで音もいいっすよね。今日は静か、安定してますね。っていう感じで、これが本来の実力ですね。だからニッパチも無理くり出すとこの倍出るっていうわけでね、ちょっとやばいんですよね。出しすぎないで、規定のパワーで使うところでね、まあ、そのアドバンテージが今いい変調ってことなんですよってね。そういうわけで無事終わりました。いや疲れた、腹減った。そんな感じでございます。ちょっと簡単ですけどね、1624日本玉、これプロトタイプなんで白黒パンダじゃないんですけどね、はい、そんな感じでお宝ですよ、大事にしてください。鳥弟子のエッチさん、こんばんは、いかがですかってね、はい、どうも。